はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらう場所に頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん、紫外線対策はしてますでしょうかね。病気が原因でですね、抗がん剤や骨髄移植をしたらですね、副作用で皮膚がこう荒れることがあります。それは免疫力の低下が原因なんですけどもね、先日そのスターボテンの話をしたんですけども、その日は日差しが強かったんです。家からすぐ車で移動するし、降りたらすぐお店に入るんでね、パーカーいつも着てるんですけど、そのフードも日傘もせずにいたらですね、この、左の左の頬骨らへんの肌がね、痒くなってきたんですよね。めっちゃポリポリポリってね、おかしいのなんやろうなーってこう思いながらね、買い物を済ませて、そのまま帰って普通に夕食を食べて、子供とお風呂に入った時のことでした。ルーティーンと言いますか、いつものリズムのいつものようにね、頭からシャワーをバーッと浴びたところですね、いた、何これって感じでね、ミツバチに刺されたような痛さでした。お風呂場のね、鏡を見るとね、こう見るとですね、こう左のここの頬骨のね、皮膚が荒れてました。皮がめくれてたんですよ。原因はそのね、昼間の日差しですよ、紫外線ですわ。車での移動なのでね、日焼け止めクリームもせずにいたのって、それもありますよね。こう秋になるとね、西日が強くなるんですよ。日が傾いてくるとね、キャップのつばではこうカバーできなかったんですよね。車から出て店にこう買い物に入って、店から出てすぐに車に戻るっていう、このわずか15秒ぐらいの油断ですわ、本当に。皆さんも涼しくなってきたからといってですね、細かいケアを怠らないことをね、お勧めします。身をもって体験したんでね、共に頑張っていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。